ポジャールスキー港、またはポジャールスキー港は、ロシア帝国が配備した最初期の装甲巡洋艦の一つ。ロシア最初の大東急鉄製装甲船。当初は、公用型の装甲フリゲートとして設計されたが、配備後すぐに改修工事を受けて、装甲巡洋艦に準じた設計となり、その収益期間の大半を装甲巡洋艦として運用された。ロシア帝国海軍が、 クリミア戦争敗戦からの復興と外洋進出を熱望した19世紀後半に艦隊主力として整備した太陽巡洋艦シリーズ3番目の巡洋艦である。設計上、当初は搬送走行訪問フリゲート、改装後は走行巡洋艦と呼ばれたが、ロシア帝国海軍の正式分類では次のように分類された。当初はコルベット、または 装甲コルベット、1866年11月8日、歴6からはフリゲート、または装甲フリゲート、1892年2月1日、小読7からは1当順洋艦に分類された。第1戦を退いた後、1906年3月11日、歴8からは練習戦、1909年10月27日、歴4からは軽流配管に分類された。 艦名は、ロシアでは、旧国の英雄として知られる、DM ポジャールスキー公に敬意を表して命名された。姉妹艦は、ポジャールスキー公の相方であるクジマミーニンから、ミーニンと命名されている。木造上気軍艦の時代の次にやってきたのは、装甲艦の時代であったが、初期の装甲艦は重防御と重武装に重きが置かれており、航行性能は二の次であった。 装甲艦の低い速力と短い航続距離は、非走行の規範層フリゲートにも活躍の場を残したが、それらはやがて二つの観点から次の段階へと発展した。一方の観点は艦の性質、用途であった。しばしば、巡洋艦と呼ばれるように、フリゲートには高い公用性と独立性が期待された。その要求を満たすために、フリゲートは、 比較的大型で鉄製の船体を持つことになったが、装甲はなされておらず、大きな速力と航続力を持つ代わりに武装は少なく、少ない乗員で動かされた。防御の脆弱さは、抜きんでた速力によって逃げるということで、補われるという考えであった。もう一方の観点は、フリゲートにも防御装甲を与えるという発想であった。これによって出現したのが、 走行フリーゲートであった。両艦艇の両立は、もっぱら外洋向けのフリーゲートに対して求められた。例えば、沿岸域防衛用に設計された走行フリーゲートで、ある、砲塔フリーゲートは侵入した、敵艦艇を撃退する移動要素の一つであったが、装甲を持つ代わりに低い航行性能と短い、航続距離しか持たない、沿岸防衛巡洋艦であり、2番目の観点しか考慮していない。 ロシア帝国で2つの観点両面からのアプローチがなされたのは1861年に寄港された木造58門級フリゲートペトロパブロフスクとセバストーポリに対してが初めてであった。これらは1862年末に設計が変更され武装を減らす代わりに光景を拡大し何より重要なことには厚み 114mm の装甲で船体を覆う。 こととされていた1864年と1865年に浸水した両艦は 12KN から 12.5KN という悪くない速力と高揚性を発揮した。両艦の性能はバルト海のような閉ざされた海域で活動するには十分な能力であったが概洋での活動には不十分であり、そのため通称破壊や敵沿岸部への襲撃任務を行うことができず、 第一の観点、つまり、巡洋艦としての要求を満たしていなかった。ロシアにおける国産装甲艦建造の第二段階は、従来の木造船体を鉄製にすると同時に防御装甲を持たせ、なおかつ活発な外洋航海能力を持つ巡洋艦を建造することであった。この構造上の特徴と高校性能上の要求の両方を初めて満たす艦として設計されたのが、 ポジャールスキー高級装甲フリゲートであった。クリミア戦争での敗戦後、ロシア帝国はまず沿岸域防衛用の艦隊を創設した。その作業が一段落した1864年3月、装甲艦シリーズの第2弾を着工する決定がなされた。新しい装甲艦は国内造船所で国産資材を用いて建造することとされており、 特に大きな戦闘力と高い高用性が要求された。海軍省はイギリスの EJ リード技師の設計した走行フリゲート、ベレロフォンを原型にした走行フリゲートの建造を決定した。当時、海軍省は5つの設計から8隻の艦船の建造を予定しており、そのうち2隻が S 設計による訪問装甲艦と呼ばれたこの装甲フリゲートになった。 原型のベレロフォンは1863年に寄港し、1865年4月に浸水した。その排水量は7551トンで、全長300フィート、幅56フィート1インチ、喫水26フィート7インチの寸法を持っていた。搬送の他に動力装置として、図紙出力6521馬力の筒装機関1機を持ち、 起走時十4 k n 搬送時 20kN の速力と、速度 9kN で1500回りの航続距離を持っていた。防御装甲の厚みは、装甲体が5から6インチ、砲座で6インチ、司令塔で6から8インチ、隔壁で5インチ、甲板で5から1インチとなっていた。武装と防御装甲の配置から、最初の中央訪問艦に数えられている。ロシア帝国で建造する。 装甲フリーゲートはこれより小型とすることになったが、ロシア海軍省はベレロフォンより優れた速力を求めたため、船体は幅に対する長さの比率は5.58に拡大され、より細長い形状になった。武装については、ベレロフォンより方向並走の数を減らして各方の口径を拡大した。そして、砲列を防御の劣る原則に万全と配置するのをやめて、 戦隊中央部に集め、その部分をとりわけ強固な防御で固めたホーグルはとした。戦隊にはすでに、ロシア最初の双方闘争工程、スメール地で確立された技術を用い、ブラケット方式を採用して、ほぼ全長にわたって二重船底が設けられることになった。搬送時の抵抗を抑えるため、スクリューは木造フリゲートと同様、巻き上げ式とされた。船首には、 昇格が設置された。同計館2席が建造されることとなり、1席目は1864年10月21日、暦級に著名なイギリスの受け置い人形ミッチェルの立ち会いのもと、建造契約が結ばれた。この設計は、この時には、八門級造工コルベットと呼ばれるようになっていた。ポジャールスキー校の名にちなみ武人をかたどった、選手像。を建造までに、 元設計には若干の変更が加えられた。走行を含む船体幅は強度を増すために14.94メートルまで拡張され、喫水も5.64メートルまで増加した。当初設計時に予定された交渉出力450馬力の機関は600馬力のものへ変更された。排水量は4137トンに上った。8門の300ポンド法は 閉鎖放材を配置された。垂直流骨輪の厚みは、使用書によれば1 5 9ト、mm、ルになった。水平流骨の外反並びに内板は、それぞれ2 5 4ト、mm、ルと1 9ト、mm、ルになった。外側多いの厚みは、1 5 9ト、mm、ルから1 7ト、mm、ルに増やされた。異常旅行場には、厚み1 1 4ト、mm、ル 重量にして615トンの装甲板百193枚が発注され、これらは2層からなる厚み 457mm のインド地域製の裏地の上に装着されることになった。資材は国内調達とされていたが、このインド地域は国外への注文が許可された。機関とボイラーはベルト工場へ発注された。建造は百六十四年十一月十八日、歴一から ガレー島造船所で開始された。銅造船所は、それまでに、走行砲台、ネトローニメニャーや、走行艇、スメール地の建造実績があった。浸水は遅くとも1866年8月までに行うこととされ、1867年6月までには、配備できるようにとの達しがあった。1865年5月29日、歴住付けで、 八門級走行コールベットは、観戦名簿に登録され、ポジャールスキーと命名された。1866年7月4日、歴2には、ポジャールスキー校に改名された。同年11月8日、歴6からは、類別も、走行フリゲートに改められた。建造監督官は、観戦技師の英会総ボレフに当隊員が務めた。 建造中にも設計変更や改善が加えられたため、工事は遅延して、浸水は丸1年遅れ、1867年8月31日、暦3になって、ようやく浸水式が行われた。その間、1867年始めまでに、新しい仕様書が作成された。そこには、建造中に加えられた変更点がすべて記載されていた。 レーベリ停泊地におけるポジャールスキー港。走行は強化され、その総重量は652トンにまで増加した。走行体では、山形鉄からなる内部の鉄製外皮を持った二重のチーク製ウラジの上に走行が取り付けられた。追加の鉄板や圧縁された鉄114トンをチーク製パッキング216トンの間に挿入して防御走行が強化された。 イジョール工場では厚み4.5インチの装甲板がホーグルワ用に4インチの装甲板が船体機水栓部分の装甲体用に製造された。また装甲砲台ペールベネツ同様に鉄管製の保柱で補強され、船尾には重量2 1 0ラムの怒りに機が追加された。戦闘司令塔も設置されたがその重量は76トンであった。こうした変更のために 荷重バランスに変化が生じ、完全体の重量配分に設計変更を敷いた。武装に関しても、補強や訪問、弾薬庫などについて何度か、設計変更を受けたが、準備に手間取っていた、新しい 229mm ライフル砲の代わりに、缶が、巡洋化任務に使用されることを考慮し、閉鎖砲材 203mm 砲8問 船首と船尾の旋回プラットフォーム上へ1 5 2ト、mm、ル砲に物を装備することが決定された。これにより、追撃船や逃走船の際に絶え間ない砲火を敵艦に浴びせることが可能になった。改正使用書によれば、排水量は4505トンに達し、水線魔状は265フィート、最大幅は49フィート、図面上の喫水は船首部分で17フィート10インチ。 船尾部分で22フィート1インチとなった。機関出力は交渉出力で600馬力、図紙出力で2835馬力となった。結果として、イギリスの装甲フリーゲートに対するロシア艦の速力における優位は達成されなかった。図紙出力6521馬力の動力装置によって 14KN の速力を持つベレロフォンに対し、 ポジャールスキー港の速力は1 1 9 k n にしかならなかったのである。ポジャールスキー港の建造では、ロシア国産の鉄から建造するという目標は達成された。機関とボイラー、それにスクリュープロッペラは国内のベルト工場で製造された。防御装甲には、イジョール工場で製造された初めての装甲板が用いられた。最終的に、 船体価格は103万5479ルーブリで、機関価格は38万4140ルーブリであった。ポジャールスキーコーが搭載したのと同型の1867年式9インチ砲。写真は、スオメンリン。武装は、当初、1867年式17.3、後継9インチ砲を採用していた。 これはもともと砲塔争皇艇に搭載するために1863年にドイツ国から購入されたクルップ砲で技術不足に起因する製造時の不備を修正するため1864年にクルップ社へ返品された19門であった。この19門は1868年末にロシアへ返却されフリゲートポジャールスキー港に8門、双方到底。 ルサールカとジャロジェイカに2問ずつ搭載された。この方は、射角プラス8度40分で3704メートル、プラス19度で6400メートルの射程を持っていた。使用砲弾は、通常の中鉄製の場合は3.5ないし4.5キログラムの黒色火薬を用い、新艦がついていた。鋼鉄の場合は、新艦がなく、 国色火薬の量も0 8キログラムだけであった。クロンシュタット砲大長官であった海部位ペース父、少将はポジャールスキー光線用に鉄製の旋回式原則砲がを設計した。巻き上げ機構は2機の螺旋からなっており、射角は垂直方向にマイナス4度からプラス8.5度であった。砲が巻き上げ時にはマイナス4度からプラス8度までに、 分15秒で車角を変えることができた。環状部分の長さは 2337mm、幅は 1454mm であった。プラットフォームの長さは 4267mm、幅は 1530mm であった。プラットフォームの傾斜角は1.5度に設定してあった。乾板から訪問株脇柱までの距離は 762mm で、 砲門外側寸法は984.6ミ、mm、リメートルであった。砲課の重量は2602キログラムで、プラットフォームの重量は2641キログラムであった。ポジャールスキーコーは、この装置を閉鎖砲ぐるわないに装備した。ポジャールスキーコーに装備された17.3口径9インチ砲は、古い中鉄製カバーを16箇所の固定管に交換したものであった。 これを新規に設計した21箇所の固定管を持つ20、後継9インチ法に変更する要求が出されたが、この法の製造がクルップ社へ発注されたのが1868年7月のことであり、ポジャールスキー港の収益に間に合わなかったため、9インチ法の搭載は中止して8砲を搭載することになった。ポジャールスキー港の原型艦、装甲フリーゲート、ベレロフォン、 設計上は中央訪問艦に分類される。竣工した1866年頃の撮影。武装の乾燥工事が施行され、9インチ砲は撤去された。代わりに搭載されたのは1867年式21.9口径8インチ砲で8門を搭載した。これにより、装甲巡洋艦4隻すべてが同じ手法に揃えられることになった。 この方では、砲弾は、中鉄製と高鉄製の両方があり、鉛製外皮の厚みにより、砲弾重量は 73.7kg から 84.8kg になった。黒色火薬は、中鉄製砲弾の場合 2.64kg、搭載されていた。創薬 10.2kg を用いて、射角19度27分で射撃した場合、射程は5335メートルであった。 この他に、千八百七十八年までに百六十七年式二十三点三口径六インチ砲八門、千八百六十七年式十九点七口径四ポンド砲八門、速射砲四門が搭載された。こうした武装の変遷はタイプシップのベレロフォンに類似している。ベレロフォンも、春高時には前奏式ライフル砲の九インチ砲十門と七インチ砲五門を装備し、 1885年に五層式艦砲へ換装し、8インチ砲10門、6インチ砲4門、4インチ砲6門、それに16インチ魚雷発射艦2門を装備している。ポジャールスキー港は、1869年に、竣工した。艦は事実上の試験艦であり、その後も回収作業が続けられることになった。特に1871年には、 バルト海装甲艦実習艦隊長艦、GI ブタ甲府海軍中将の意見に従い、近接戦当時における銃撃に対する防御として、すでに撤去されていた戦闘司令塔の代わりに、中海環境情報に厚み 50.8mm の装甲多いが取り付けられた。初期のポジャールスキー港、1875年に装甲巡洋艦へ回収される以前の姿。 様々な改修を受け続けながら、ポジャールスキー校は1869年と1870年、そして1871年に試験公開のために、バルト海へ送られた。しかし、新機軸を満載する解説系を積み重ねた、結果、当然に生じた、かはじめによって館は期待された、良好な公用性を発揮できなかった。結局、1872年に、 ポジャールスキー港は、ロシアにおける、装甲巡洋艦隊建設の権威であった、A. A. ポポーフ海軍少将の指揮下に移された。ポポーフは改めて艦を全面的な海上試験にかけた結果、欠陥は、設計図や船の構造にあるのではなく、いくつかの重量物の配置の狂いと保柱の不均衡にあり、あまり大掛かりではない二義的な船体内部の調整を、施せば、このフリーゲートは、 優れた海洋軍船に仕上がるであろうと結論付けた。実際、調整を行ったところ満足のいく結果が得られ、1873年夏には、実習航海と中屯警備のため地中海まで派遣されることになった。バルト海を抜けたポジャールスキー港は、イギリスに立ち寄りつつ、地中海まで遠征を果たした。地中海において、ポジャールスキー港は、マルタからピレウスへ移動中に、 猛烈な嵐に見舞われたが、これにも耐え抜いた。こうして、ポジャールスキー港は初めてクロンシュタットから出港して、バルト海の境を越えた走行艦となったのである。ポジャールスキー港は、1875年秋に無事にクロンシュタットへ寄港した。そして、艦を太陽巡洋艦型により一層近づけるための改修工事が施行された。走行巡洋艦へ改修後の、 ポジャーアルスキー港船体水中部分は一列の投資ボルトで止められた、木製外板とアエン版で覆われた。機関はオーバーホールを受けた。古びた6機のボイラーに変えて、新しい8機のボイラーが設置された。煙突は1機だけであったのが撤去され、2本に増やされた。そのうち1つは固定式で、もう1つは取り外し可能なものであった。 方向並走は 203mm 砲と 152mm 砲、それに 87mm 砲を、それぞれ8問ずつといくつかの 16mm 及び 44mm 速射砲になった。加えて、サオ式、折りたたみ式、栄光式の外装水雷も使用できるように回収を受けた。1877年秋に行われた試験において、 ボイラー圧力は1.54気圧になり、期間は2214馬力の出力を記録した。これにより速力は、喫水6.26メートルにおいて11.9、KN、喫水6.36メートルにおいても11.7、KN に達し、したがって1872年に行った試験の際より〇〇1、KN 速くなった。 燃料の石炭積載量は365トンだけであり、この量では使用柿通りの燃料消費率2.95トン、エイジを発揮したとしても最大速度で123時間しか航行できなかった。保の面積は約2200平方メートルであった。大保柱の甲板からの高さは16.5メートル。保柱の重量は135トンであった。四機搭載された。 アドミラルアンカーの重量は16.8トンであった。秒差は太さ54ミリメートルで、長さは500サージェン、重量は約56トンであった。乗員数は、主艦が24名で、水平は470名以上となり、全部で500名近くに上った。走行巡洋艦へ改装されたポジャールスキー港は、ゲネラールイコールアドミラール9の2隻とともに、 太平洋巡洋艦文献隊の中核を構成する3番目のフリゲートとなった。その4隻目はポジャールスキー港の姉妹艦ミーニンである。極東における総港巡洋艦ポジャールスキー港。1878年には2度目の地中海航海を行った。同年5月に本国を立ち、地中海では前回と同様の任務に就いた。 ロシア大使館のあったピレウスを根拠地にギリシャ、イタリア、フランスの諸公をめぐった。1880年4月にはポジャールスキー港は極東へ向けた4ヶ月の航海へ赴いた。極東へ到着したポジャールスキー港はシベリア召喚隊に編入されそのまま現地へ泊まることが予定されたが、1881年9月にはウラジオストクを経ってピレウスへ戻った。 翌1882年にはクロンシュタット島病地へ帰還した。この4年間にわたる外国航海は時間にしても距離にしてもロシア海軍の中でも最も長い航海の一つとなった。51ヶ月の間にポジャールスキー港は4900海里を航行し、そのうち8163海里で搬送、188海里で起送を行った。 期間は5213時間稼働し、全部で16000トンの石炭が消費された。伝統的なダリンを用いたポジャールスキー工の操作装置、絵はがきの写真。また、この公開は、艦船のシステムや機関、全軍事技術の信頼性や効果の確認テストには絶好の機会となった。1880年に、 そことらと大きなアラビア海を航行していた際に、遭遇した嵐の中では、ダッシュ6人がかりで進路を維持するのがやっとであった。このことからも、手動式ダリンから、機械式操打電動装置への移行の必要性は、明らかであった。単照灯のような電気式照明器具の必要性も、また、確認された。機雷を付設する際に、デリックを用いたり船体からの板作りの張り出しから、 投下するのは不便であるというのことも認識されたが、この問題について考えた若い、水雷士官 VA ステパーノフ海軍将尉は、後年、新しい水上機雷不設方法を発明してこの道の世界的権威になった。船体を覆う亜鉛性外反は、長崎造船所において、ドック入りした際に交換されたが、南洋の遠距離航海の途上で、海類や海藻などの付着物が増え続けた。 付着物によって生じる大きな抵抗とボイラー1機が故障したこと、それに化石祭が原因となって、艦は最大でも 9.76kN の速力しか発揮できなくなった。1880年まで残っていた古い武装は 203mm 砲2門と 152mm 砲2門、87mm 砲4門だけになっていた。撤去された武装の代わりにより、 射撃速度の速いバラノーフスキー式20口径2.5インチ上陸砲2門とオチキス式25口径4 7ト、mm、ル5方針砲4門、オチキス式20口径3 7ト、mm、ル5方針砲5門、15インチ水上魚雷装置2門が搭載された。水ん上に低特機を掲げたポジャールスキー校。偽装と機関に関する一連の作業の検査が済んだ後、 ポジャールスキー公はバルト海実習艦隊の機関に任命された。1884年に皇帝アレクサンドル三世の御前で模様された艦艦式でも機関を務めた。1885年には艦長に SP ・マカーロフ一等査官が任官した。マカーロフはポジャールスキー公に一連の重要な技術的新機軸を適用した人物であった。 彼がまだ海軍将尉であった1870年代には、もう、その提案に基づき、動脈管を用いた、排水装置が、ポジャールスキー港へ搭載されていた。この装置は、艦の生存性を高めるために考案されたが、ポジャールスキー港に搭載されたのが、ロシア最初の排水装置の方であった。1885年には、マカーロフ艦長の指示で、昇格攻撃を受けた際に、 箱を塞ぐために使用するプラスターが準備された。マカーロフは嵐の中でも比較的低い位置にある中央法列の閉鎖した訪門から射撃を行える装置を立案し、ポジャールスキー校でその試験を行い成功を収めた。ポジャールスキー校にも搭載されたバラノーフスキー式上陸砲。当初は期待され多くの艦船に搭載されたが、 実戦では全く役に立たず日露戦争後に全敗された。1887年にはボイラーが完走された。1890年の時点で残っていた旧来の武装は 203mm 砲2門と 152mm 砲2門、87mm 砲4門だけになっていた。撤去された武装の代わりにより、 射撃速度の速いバラノーフスキー式20口径二2.5インチ上陸砲2門とオチキス式25号計4 7 m m 後方針砲4門、オチキス式20号計3 7 m m 後方針砲5門が搭載され、加えて水上魚雷装置2門も装備された。なお、バラノーフスキー式上陸砲は、車輪付き砲がを用いて上陸戦時に使用できる速射砲であった。 その後、1904年まで艦上に残された大口径砲は、塔に旧式化した木製砲がに乗せられた 152mm 砲一門だけであった。ポジャールスキー校は1892年に一当順洋艦に類別を変更されたが、すでに軍事的な存在意義は薄れていた。1893年と20世紀初頭には、いくつかのオーバーホール案が出されたが、 いずれも実施されなかった。目まぐるしい技術革新がもたらされた時代にあって、ポジャールスキー校に残された役目は、練習官としての任務だけであった。1897年からは、海軍幼年学校の船舶文献隊に編入され、ほぼ毎年のように下記の実習公開に従事した。1906年3月11日、歴8から正式な類別も練習戦となった。 1909年10月27日、歴4には第1号軽流配艦となったが、この時同時に、同世代の軍艦、スメール地が第2号軽流配艦となっている。第1号軽流配艦は、1911年4月1日、歴5付で海軍から除籍された。やがて解体されたものとみられ、同日付で、第1号軽流配艦の名は、モニター艦。 ライバーへ受け継がれている。出典は、客中参照。ロシア帝国では、正教会の祭事に合わせて、ユリウス歴を使用していた。そのため、このページでは、ユリウス歴に準拠した年月日を記載する。以下に記載するのは、当時の大日本帝国や今日の日本、ロシア連邦などで使用されているグレゴリオ歴に、換算した年月日である。ありがとうございます。